どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は作中でも多くの謎を呼んでいる宿儺の炎、風牙について、なぜ宿儺は虎杖との決戦まで風牙を使ってこなかったのか、いろんな角度から考察していこうと思います。最新258話までのネタバレを含みますのでご注意ください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになります。登録者1000人突破まであと少し、何とぞ何とぞです。それでは早速やっていきましょう。まずは最新258話のおさらいと風牙の正体についての考察から。最新258話、復活した宿儺の領域展開、福間水氏が新宿一帯を蹂躙する中、虎杖たち高専側の術師はそれぞれ簡易領域を使用することでこれをしのぎ、99秒もの間呪いの王の領域を耐え切りました。門外不出とされる簡易領域の習得には、ウイウイの術式空間移動が関わっており、移動させる対象を肉体と魂に分け、そのうちの魂だけを移動させることで魂の入れ替えを実現しているというもの。最終決戦におけるウイウイの功績がえげつないことになっていますが、領域をしのがれた宿儺が取った奥の手、それが神野の言霊とともに発動した炎の術式風牙でした。権限するのは渋谷事変でのマコラ戦以来、実に240話ぶりのことです。ここで明らかになったのは、渋谷事変で披露された際には四角で伏せられていた部分がかまどという漢字であるという点です。かまどとは文字通り昔の調理設備を意味する言葉ですし、宿儺の発言にはこれまでも調理に関するものが多くありました。渋谷事変での味見や五条との戦いでのまな板の上の魚がそれですね。そもそも宿儺の術式名である水師には台所という意味があり、領域展開の福間水師の英語名称もマレボレントキッチンですから、宿儺本来の術式である斬撃についてもまた調理の過程における切るという行為を具現化したものではとも考えられます。258話で明らかになった神野、ルビの神野については何を意味しているのかが判然としませんが、例えば神野という言葉の当て字であり、文字通り神の住まう調理場ということを指しているのかもしれません。調理の工程には切ると焼く以外にもいろいろと考えられるところではありますが、さすがに炎以外の技はないと思いたいところです。宿儺の風牙について考えるにあたり、一つの大きな謎があります。宿儺は今まで風牙を使えない状態だったのか、それともあえて使ってこなかったのかという点です。個人的にこの点については、何かしらの理由により使えない状態だったと思っています。根拠としてはいくつかありますが、一つは第246話での草壁の独白。高専術師総出で宿儺に襲いかかった時の独白で、草壁は宿儺のそれぞれの斬撃について冷静に分析をした後、気持ち悪いのは渋谷での炎を使わないこと、だがこれは今は使えないと勝手に結論付けちまおうと独白。もちろん草壁のセリフをそのまま真実として捉えているわけではありませんが、宿儺との決戦の中でわざわざこのようなセリフが挿入されているというのは、宿儺の炎には発動に際し何かしらの条件があるのではないかと考えることもできます。今後回収するであろう伏線をここで広げておいたという可能性ですね。他にも宿儺は五条との決戦や乙骨、牧との戦いでも徹底して炎を使わず、己の肉体と水師のみで戦っていた点もそうですね。五条については仮に風牙を使用したとしても無加減に阻まれて届かない可能性もあり、だからこそ世界を絶つ斬撃で五条を仕留めたとも考えられますが、風牙は目隠しや陽動として十分に機能する威力ですから、なぜわざわざ使わなかったのかという疑問は残ります。乙骨との戦いにしても、宿儺は乙骨の領域内で矢骨面を常時発動していましたが、宿儺の腕には2本の余裕があったので、あそこで炎を使えば全て焼き払えたのではないかという疑問もあります。火車や樫本の戦いでは戦いを純粋に楽しんでいる描写があったので、わざわざ風牙を使う必要もなかったというのは分かりますが、258話のあのタイミングまでわざわざ使わなかったというよりも、何かしらの条件があって使えなかったと考える方がシンプルな気がするからです。宿儺の風牙発動に何かしらの条件があるとして、それは一体何なのか考えていきましょう。まず可能性としてありそうなのは、脳のリソースの問題。つまり水師を一定度使った後でなければ、風牙を使用できるだけの十分なリソースが確保できないのではないかというものです。今回の宿儺は福間水師の崩壊直後に風牙を発動しており、渋谷事変のマコラ戦でも同様でした。水師が焼き切れ、脳のリソースに余裕ができたから使うことができたという可能性です。五条との戦いでは互いに領域展開を連発する展開が続いたので、使用する隙がなかったと整理できそうですね。ただ渋谷事変での上後戦では特に大きな前振りもなく、お前の得意でやってやろうと前のめりで風牙を発動していますから、この可能性はあまり高くなさそうです。
次に考えられるのは、フーガの発動にはそもそも手順があるという可能性です。先ほども述べましたが、現時点でフーガに関する個人的な解釈は調理の手順の一つです。その上で、呪術廻戦の術式は発動までの手順があるというのが第223話で解説されています。呪詞、勝因といった術式の構成要素を省略してこそ一流の術師とのことですが、これと同様にフーガの発動には踏まなければいけない正式な手順があり、それが斬撃だとするとどうでしょうか。スクナの炎は調理工程における焼くという動作であり、それを使用するには前工程にあたる切るという動作を終える必要がある。スクナのフーガは術式の発動対象に対して一定以上斬撃を与えた場合、あるいは一定時間内に水死を相当回使用した場合にのみ使用できるという可能性もあり得るのではないでしょうか。ただこれに関しては、スクナのフーガが水死に含まれている、つまり斬撃と炎は別個の術式ではなく水死という一つの術式に含まれているものという場合に限った話になります。炎が水死の中に含まれているなら、領域展開で焼き切れた直後に使用することはできないはずですからね。じゃあそもそも炎がスクナの術式ではないとするとどうでしょうか。スクナがフーガを使用したのは渋谷事変での上後マコラ戦、そして現在展開している虎杖たち光線サイドとの決戦の計3回。この3回のうち2回は虎杖に受肉している際に使用しており、残る1回は伏黒の肉体に受肉してはいるものの、肉体自体は完全にスクナ本来のものに回帰しているという特徴があります。そしてスクナ最大の特徴は、生まれる前に母親の体内で双子の兄弟を食っていたこと、食われた兄弟はその後虎杖の父親として転生しているということが挙げられます。もしもこの炎の術式がスクナの兄弟のものだとすると、肉体に兄弟の要素がある間しか炎を使うことができないのではないかとも考えられます。虎杖はスクナの兄弟の生まれ変わり、その息子なので魂レベルで直接的な関係があるわけではありませんが、その出生には賢者が関わっており、虎杖の魂と相性がいい、炎を発動できる状態になっていたと考えることができそうです。そして新宿での決戦、五条との決戦時にはスクナの肉体は完全体の一歩手前、伏黒の面影を残す形で留まっていたということになります。つまりその肉体にかつて食らった兄弟の要素はなく、その肉体に刻まれていた炎も使うことができない。逆に言えば完全体に回帰した今であれば心置きなく使うことができる。そう考えればスクナが五条との戦いで炎を使っていなかったことにも説明がつきます。お骨たちに使っていなかったのは、まあナメプカ、あるいは肉体がかつての姿に馴染むまで一定の時間が必要だったとかでしょうか。やや苦しいですが、一応の筋は通りそうです。いよいよ佳境を迎えつつある呪術廻戦、皆さんの予想なんかもコメントで教えてくれると嬉しいです。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。